こんばんは。日本 TV のお時間です。イエーイ。3日目はい、3日目です。テンションがちょっと戻りましたという全然大丈夫でしょう。なんでしょうね。そうですね、開き直った感じで。昨日に比べれば元気じゃないか。そうですね、全然大丈夫でしょう。はい、じゃあ自己紹介いきましょう。はい、じゃあ僕から。はい、ゆうきゃんです。お願いします。ビーツ大好きたっくんです。出た、まあ、コビ打ってた。ありがとうございます。モイタスです。イエス。はい、はい、という感じで、はい、いやもう3日も連続僕らのカバーを見てちょっと飽きられてるんじゃないですかね。大丈夫でしょうか。うん、はい、いやきっと大丈夫ですよ。うん、うん、そうですね。皆勤賞の方もやっぱソーシャルを見る感じだと皆勤賞すごいですね。ありがとうございます。本当に本当だ。3日目とか今夜も見てくれてる、ね、そうですね、嬉しい。まあまあ本日もこの3人でっていう感じで、3人で3人でっていう感じでね、はい、3人でもう始まらないかと思った。あ、そう、昨日ちょっとかなりご迷惑をおかけして。あ、そうです、ね。今日は何だったんですかね、あれね。未だに分かる。抹茶のせいじゃないっていうふうに抹茶に言われました。うん、そう僕ね、送ってなかったんで、あの時。言ってましたね。パワーポイント送ってなかった。うん、なので、ちょっと原因不明と。はい。まあ、今日は多分大丈夫でしょう。なんか安定してますね。安定してるんで問題ないかなと思います。はい。大丈夫でしょう。はい。じゃあ、もう早速やりましょう。そうね、今日はこちら、はい、こちらです。ビーツバイドクタードレ特集ということで、本日はゲストをお呼びしております。イエーイ。画面を、はい、戻してます。はい、はい、戻ってますよ。はい、初登場、初登場ですね。ビーツバイドクタードレのアジア、アジア支社の、日本担当。日本担当。規模がすごい。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。はい、今、ご紹介受けたまいしたビーツの、水本と申します。水本さん、水本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、水本さんという割には結構外人っぽい。まあそうですね。基本的に英語で喋りかけられる方が多いですね。そうですね。そう、僕とも英語でずっと喋ってたんですけど、絶対そうなんだ。すごいですよと。空港は間違いなく英語で喋ってた。You 何しに来たって。そうですね。こんなとこに何しに来たみたいな。日本語喋れるんですか。しかも普通に日本で育ったんですよね。日本が20年ですね。生まれがオーストラリアで、日本とオーストラリアのハーフなんですけど、はい、もう小学校から普通の日本の小学校から中学高校大学行って、水本さんが来るたびに女子が騒ぐざわざわ騒ぐ、ね、ハーフイケメン来たみたいな。なりますね。そうなるでしょう。はい、ということで今日は水本さんをお招きして、はい、小一時間、はい、ビーツバイドクタードレ特集をやっていきたいと思います。はい、じゃあ、はい、早速ちょっと商品の方の紹介に入りましょう。うん、どれからいきましょう。どれからいきましょう。まずじゃあ右からいきましょうか。はい、じゃあソロ2から同じですね。こちら、そうです。ちょうどこれが6月の、12日の木曜日に発売したソロ2。つい2週間前。つい最近です。もうまるで昨日のように。まるで昨日のように。新製品の発売はいつもいろいろ大変な。そうですね。はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、常に、新しいカラーモデルを、出し続けていまして、もうこの1年で、5モデルぐらい出してます、ね。でカラーまで含めて言うと数十種類1年間あったので、正直社内でも把握しきれないぐらいに今なってます。で、まあ、6月12日に発売させていただいたんですけど、今までソロ HD
はいはいはい、あのがもともと2007年に、ね、あもうそんな前ですか。そうです、モンスターまだモンスターと一緒にやってた時代にソロ HD を、発売して、まあソロを終えてソロ HD になって、でそれが2007年ですね。あで、まあ、スタジオと同じぐらい、まあ、スタジオとツアーと同じぐらい年季が入ってて、で世界中のセールスで見ると、うん、あの全価格帯で、一番売れてるヘッドホンってことだったらしいんですよ。ソロ HD が。ソロ HD。本数で。でも確かにめっちゃ売れてましたね。あのうちのお店でもかなりの数がいったんじゃないかな。1万台とかいかないかもしれないですけど、すごい。特にアメリカの売上ランキングは常に1位2位のどっかにいるっていう、一番買いやすいビーツのヘッドホンというふうに認識されてました。ただまあスタジオもツアーもね、去年あの新しくモデル、デザインと音を見直して新しく発売したんですけど、まあ、当然ソロ2も見直そうじゃないかということで、あのもう根本的に音のチューニングからエンジニアリング、作りからデザインまで全部変えて、で新しくソロ2として発売しました。まあ、だいぶ印象変わりましたよね。そうすごく変わりましたね。本当にもう装着感から何まで全部変わってるというか、なんかサイズ感こそ前のモデルとさほど変わらない感じですけど、もう本当にさっき言った装着感も全然違いますし、もうつけた時 の、 このシルエットとかもね、より綺麗になってる、あとは何といっても音、音はもう3倍ぐらい良くなってるんじゃないかな。圧倒的に、なんか言うのあれですけど、圧倒的にかなり良くなってますね、はい、スタジオをやった時に、まあ、開発チームがいろいろ見直すポイントっていうのも今までと変わって、で大幅なモデルチェンジって、まあ、ここ5年ぐらいなかったの、まあ、5年っていうかそもそもスタジオ発売して以降なかったので、そのスタジオを、やり直す際に学んだことを全部ソロ2にも活かしてて、なので、まあ、デザイン面でどういうふうにやったらそもそもコピー品を作りにくくなるかっていうところも踏まえたり悩ましい問題ですね。悩ましい問題がいろいろ多々あったんです。香港で800円で売ってましたからね。そのパッケージがすごい細長いんですよ。ツアーが5本で何かでもあれも結局見本は本物だけど買ったら偽物だったっていうのがほとんどらしくて、すごいね、スライダー閉まらないとか、そう隙間空いてるとか、日本のお客さんは皆さんちゃんと本物を欲しいって方がほとんどなんで、あまり日本に関してはそんな影響を受けてないんですけど、まあ、中国、香港、東南アジアは世界中で見ても特に一番コピー品が流通してたので、なのでソロ2もスタジオもヘッドバンドもネジを全部一切なくして、まあ流線形で綺麗にっていうのもあるんですけど、なくなってますね。作りにくく、要は他の業者がコピーしようと思ってもそもそも作りにくいものをデザインしようっていうところもありました。そう言われてみるとネジない、ないそれ以外結構チャレンジなんですね。生産の工程においてもチャレンジでしたし、メンテナンス難しいですよね、組み立てるのもやっぱり。気にしてなかった。設計自体も難しいですよね。あ、また僕気づいちゃった。あ、たっくん気づいちゃった。これね、右と左間違えると付けにくいです。よく見ると、こう、なんていうの、反ってるってこと？そう、垂直じゃなくてこう耳にちょっとだけ沿うようにオフセットされてる。そうなんです。細かっ細かい、いかに人の頭にフィットさせるか。しかも気づかないですね、あんまり。気づきにくいですね、確かに。パッと見ただけでは分かんないけど、よく見たら今、あれと思ってちょっとこの正面から見るとビーツが見えるとか、スタジオも若干、あ、そうだったんですか。ただ大きい分分かりにくいんですよ。でソロ2で見ると、まあ、ちっちゃくなった分それがより顕著に分かりやすく、このヒンジとかも微妙にこうサイズがこういう風になって斜めになってたりしますね。なんかこれはコピーできないですね。で、まあ、ヘッドバウンドも同じぐらいの強度で作ってますんで。おお、わかります。
びっくりした、今怖い。耐久性上がってますね、かなり。すごい。で、ただのプラスチックだけじゃなくて、あのプラスチックに塗装を施した段階で焼成っていう工程をあの行って、まあ、簡単に言うとオーブンで焼いてる状態なんですよね。で、焼いて収縮させて強度を増してるっていう、なんか刀みたいですね、包丁とかもそうですね。割れにくいし、耐久性高いし、真似しにくい。なんか一瞬でドン引きしましたね。すごいわ。いやーそうそう、まあ何が今頃家で持ってるこれ大丈夫か。デザインもね、本当に前のモデルと比べて、なんていうんですか、この丸みがすごく出て良くなったというか、あのこの曲線を、まあね、その絵で描くのは簡単なんですけど、うん、実際にそれを図面で起こして生産する際に、うん、どこまで本当に R が綺麗に出てるかっていう、うん、あの一応テストがあって、うん、でよくあの車とか飛行機でそのエアートンネルって、はいはい、あの空力がどういうふうにこうボディを流れていくかっていうのがあるんですけど、それと同じテストをヘッドホンをこう置いて、どんだけ綺麗にヘッドホンの上を空気が流れていくかっていう、走るんですかってすごいな。絵で見たことあると。そこのな、もう結局そこが綺麗に流れればその分あれが綺麗に出てるってことなんで、それもすごい気にしてあのデザインの方はやってました。なんかそのすごい失礼な話、うん、前のモデルって本当にデザインが先行してるイメージがあったんですけど、うん、なんか新しいソロ2はその技術的な要素があってそれを形にこう落とし込んでるって、その優先順位というか、うん、それが少しひっくり返ってるようなイメージが、まあ、本質からずれないっていうか、ヘッドホンに求めるものが根本になってそれを形にしたらこうなったっていうようなイメージがすごい聞いて思いましたね。やっぱりそのなんかカジュアル的なアイコンとしてかなりやっぱりその流行ってるというか、僕もまあここに勤めてまあ2年3年とかですけど、やっぱ最初からずっといたヘッドホンとして、まあ、ずっと見てきたわけですけど、やっぱりすごい若い人とか、うん、やっぱりを中心にすごい売れてきた印象はあるんですけど、でまあ今回この進化したソロっていう、でまあ音質的にはやっぱりいろいろ聞くんで、でもその中でその前のソロを他のヘッドホンと比較するとやっぱりちょっと失礼な話、やっぱりまあデザインもあるからすごい売れてんねんなっていうところはあったんですけど、今回のこの音質を聞く限りではちょっとあまりにもガチやなっていう印象が、うん、でなおかつやっぱりビーツのこのデザインと、ああ売れそうやなっていうこのデザインがもう無敵じゃないですか。バイヤーの心をくすぐる感じの。これは売れるやろうっていう。まあもちろんあの以前のソロも一応まだ並行して販売はしていくんですけど、うんうん、あのビーツのコアとなる製品っていう意味では、まあ、スタジオについてソロ2が、うん、あの今後プッシュしていくんで。正直もう前の顔やったらこっち買った方がいいですね。まあ、値段的にはお得ですね、正直、あの私が言うのは。カラバリなんかもね、すごいたくさん色ありますもんね。あの今まだ、一応世界で6色しか出してないんですけど、あの今後は、まあ、以前のソロと同じ、あのようにあのカラバリ増やしてって、で、まあ、シーズンごとに新しい色出したりとか、あの年ごとで多分9色ぐらい、一応そこが牛の年で9色です。カラバリにカラバリがジャンジャン出してる、すごいですよね。カラバリね、デートにいいんですよね。そうです、デートにこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかみたいな。そういうことでびっくりして何を言うデートでよく見る光景じゃないですか。うちの店でだと本当ね、そうそう、カンペがね、イチャイチャそうイチャイチャビーツ選んでると、そう、確かに微笑ましいですよ。微笑ましいとか羨ましい。買って買ってって言われる。そうです。もう僕ダメって言うんですよね、みんなね。買ってあげないっつって、そう。でもプレゼント率はかなり高いと思います。
確かに。そうそう、やっぱりプレゼントっていう方がすごい多い印象ですね。かくいう私もビーツ入社する前は、今の、妻、当時、彼女ですけど、にツアーもらいました。うん、昔のツアーくれと。で、そこに入社するっていう。当時全く意識してなかった。もうかれこれ4、5年前ですからね。つい甘いもん。それ、それ必要じゃないですか。うよ、曲折を得て。親子丼食べながら。そういうストーリーだったんですね。そう、なんかすごいね、面白いなと思った色があったんですよ。何色やろ、これは。グレー。グレー、はい、グレーになるのかな。このグレーがすごい他にないグレーの色なんですよね。それちょっと青っぽいっていうか、うんうん、今までうちが出してたグレーって割とシルバーっぽい、うん、まあ、シルバーって本当にその、うん、MacBook の銀みたいな感じのシルバーさにこれです、ね、今回はよりちょっと青っぽいテイストのグレーにしましたね、うんうん、これがね他にない色で結構この色出るんじゃないかなっていう期待はしてるんですけど、うん、通常赤、白、黒っていう、まあ、うちのコアのカラーだけで先行で発売するんですけど、うん、ソロ2に関しては最初が6色で、そうそうそう、もう完全にカラーソロのポジション狙ってますよね。うん、もう来年ぐらいはもうソロ2だけでカラーがドーンって感じになります。なんか欲しい色言ったら出てくるかもしれないですね、まあ、かもしれない、うん、オレンジですか、オレンジ、いやいやいや、紫、紫なんか桃屋の人が紫って言ってました。紫とティール、ティール。なんだろうな。なんかね、僕ビーツ似合わないって言われるんです。うん。なんでしょうね。なんでしょうね。ダサいからかなとか言って。つけてみて。俺超似合うんですよ。ちょっとむしろ似合いそうじゃないですか。うさんくさく。嘘。いや、色じゃないですか。色かな。でかい方がいいの。なんかヤマハの時と似合わないっていう。そう、やばい。ちょっとボリュームあった方がいいです。確かに確かに。なんか顔面にボリュームがないみたいな。青もなんかちょっと最近になってビーツのカラーっていうイメージが強くなってきた感じがしますけどね。今まで去年ぐらいまで基本まあそのコアの3色を軸にいろいろ色は展開してたんですけど、ただ他の色カラーとかやっても割とマットに近い感じとか、あのまあなるべくそのねその洋服とかあのファッションに合わせるカラーをメインにやってたんですけど、最近は差し色っぽい感じの主張のある色に変わってきつつあります。しかもすごいのが、例えば側だけ色が違うとかじゃなくて、このパッドの内側とかまでちゃんと色を統一してくれるっていう。確かにそう。で、このね、サムライとかもこんなん青のやつ流用してるやんと思ったら全然違うんですよね、色ね。それぐらいなんかこだわりが強いですよね、うん、色に対するこだわりというか、うん、しかまあ、自信なかったらできないですよね。間違い絶対できないですよね、うん、そこは特に強みでありますね。全ての品質が高くないと合わないですよね、うん、まあ、カスタムに関してはまあ、ヘッドに関してはもう常に毎月何かしら一本は絶対出てるぐらいのペースではやってます、うん、それまあ販売用だったり企画用だったりと違うんですけど、うんうん、日本向けでは一応これが、2本目です、ね、去年発売したキルスタジオのサムライですね。あれは大変でしたね、とか言ってね、全然ね、足りなかったですね、とか言ってで、まあ、今回はその、まあ、去年のモデルも踏まえて、まあ、本数を増やして、うん、で今まで日本限定ってもう過去なかったんですよ。あ、去年のサムライまで聞く話によると、はい、日本ってまだまだ全然という話。そうです、アジアの中で見てもあの市場のシェアはまだこれからです、うん、やっぱりアメリカとかはねもうシェアがアメリカはもうダントツですね。7割超えたとか聞いてるんですけど、あの1万円以上の価格帯でもう7割のシェアを7割人口だって日本の何倍なんですか。そう
すごいね、7割は相当ですよ。独占禁止法引っかかりますよ。これもで全価格帯で見てもまあ、トップ10、うん、1ドルから天井設定なしで、うん、見てもだいたいうちのヘッドホンが4つか5つは毎週、うん、入ってますよね、トップ10に。でソロ HD、スタジオ、スタジオワイヤレス、うん、あと、YourBeats ツアーは必ず入ってます、うん、どこ行っても売ってますもんね、もはや空港とかも 100% 置いてますもんね。シスヌ行った時、ビーツしかない。そうですね、シスヌ来ていただいたんですよ。そうですね、ラスベガス中がビーツだらけでしたからね、うん、ちょっと前までソウルだったんですけどね。パーティーにも来ていた。あ、そうです、うん、そうですね、行きました。当日みなそう、行ってきたんですよ、ね、当日連絡するっていう、うん、連絡し忘れてました。今からえ、これどうしたらいいの。なんかあれとかやらないんですか、なんかオーダーメイドみたいな、ウェブで、なんかウェブでオーダーメイドみたいな、ね、昔や、今はやってないのかな、なんかスタジオかなんかのやつ、以前、外国サイトだけやったんですかね、はい、日本ではなかったと思うんですけど、今のところオーダーメイドっていう話は上がってはいないですけど、うん、可能性としても、ね、企画としては検討できればなと、うん、まあ、まずは既存のモデルをたくさん、ね、日本のマーケットがちょっと面白いんちゃうかって本国に思わせないといろいろ動けない。ただまあおかげさまでここ1年半だいぶシェアは伸ばさせてもらって、ね、何倍ぐらいですか、2倍ぐらい、もうほぼ3倍ぐらいですか、ね、3倍年間で3倍シェア伸ばすの、2012年からそうですね、約3倍、すごいですね、破竹の勢いで、まあ、飯屋さんのサポートのおかげで、いやどうもどうも、すごい、いやいやいや、それほどでも飯屋さんがいれば今後も伸びる。じゃあそのイヤホンを代表して、はい、西亮太氏にビーツについて熱く語ってもらおうと思いますが、どうぞ西さん。喋りたくて多分たまらなかったと思うんですよ。すいません、お邪魔します。皆さん、ほら、珍しい東京に西さん。キャニさん、はい、半年ぶりぐらいですか。この前のポタフェスの時は来てないですね。いやいや、来てる来てる。あれ、ヘッドホン祭、ヘッドホン祭の時に一回、ごめんなさい、いいよ。ちょっと折れへんかった。そうそうだ、僕いなかった。どこ行ってたん、あれ、結婚式に行ってる。友達の結婚式に行って、結婚式に行く代わりに東京に行かされますよね。で、友達の結婚式の当日に物もらいになって、写真が固め潰れてるような写真。ひどい話ですよね。きっとバチが当たったんでしょうね。まあ、西さんの青いやつとか、はい、好きでしょう。はい、大好きです。その流れ、その流れ、はい、青のものには全て手を出してしまう。そうですね、青フェチ、はい、ブルーフェチ、ブルーじゃないけどね、今日は今日紫、紫に最近浮気してるんですよね。そう、そうですね。どこまで続けるんですか。もちもちです、もちもち。ところで、はい、そう、ビーツソロ2が発売になって大好評なわけですけれども、はい、なんと明日、明日新しいまた商品がね、発売されるんですよね。びっくりした、急に真面目な方に戻って、だって流れ戻せんかったらあかんよ。このまま物もらいの話続けるわけじゃないんで、物もらいで30分、はい、物もらいのね、しんどいところとか、まあ、そんなとこでもいいんで、そうか、明日 Beats の新しい新製品、これじゃないんですけど、色がちょっと違うんですけど、そうなんですよね、はい、ビーツのスタジオワイヤレス、スタジオワイヤレス、スタジオワイヤレス発売になります。おお、そういう感じ、待ってました。これケーブルがいらないです。ケーブルがいらないんですよね。なんか見た目まんまスタジオですね。そうですね、もうまんま一緒です。左のハウジングっていうか上らへんにワイヤレスって入ってる以外はほとんど見分けつかないんですよね。中身も書いてます。なんでベースも中の基板とか音の作りも基本的にスタジオと全く一緒で、そこにプラスで、Bluetooth のチップを入れてワイヤレス化してます、うん、なので音も基本的に通常の有線のスタジオとそこまで遜色ない形に仕上がってて、うんうんうん、
ビディはっていう。ビディは、あ、そうですね、僕が出るよりビディ出る方がね、あのビディいつも言ってますからね、ビディの B はビーツの B。 大丈夫かあいつ。いやだって全部持ってるんじゃん。あのビディ伝説ちょっと数秒語ってよろしいでしょうか、うん、彼女はあのビーツスタジオ V2 の白を買いました、うん、その後青に買い替えました。そうです、あの白を買い取りに出してブルー買ったんですね。そうそう、でこの間中古で、ビーツプロのモンスタービーツ時代の、うん、デトックスが中古で入ってきました。それを買いました。おおおってなって、でビーツスタジオワイヤレス発売になりますよって話が来た時に真剣に何か悩んでるんで話を聞いたら、うん、買い替えようかと思ってる。何がしたいんだ。すごいですね。すげえ。もうビーツに魂を打った。デトックスって何台限定でしたっけ。デトックスは2本で確か500か限定でしたね。そのうちの 3,4 本をうちのスタッフが所有してるって言いました。申し訳ございません。デトックス率貴重ですね。うちのスタッフでもうサーヤとカンタ、幻のヘッドキンですよね。あれかなり数少ないですよ、中根で流通してる幻のアルバム。アルバムも幻ですからね。あんだけね PV で筋トレしておいて実際出さない。ヘッドホンまだ出ただけいいですよね。アルバムはどこ行っちゃったの。プロモーションだけして出さない。懐かしい。あれだってまだ赤松ビルの声ですもんね。そう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 。あの時ちょっとびっくりしたのかな。あんだけあの上半身ドクターのムキムキやった。ドクターなんて言われるぐらいだからね。未だにあの近々が発売するっていう姿を見せられる。4年ぐらい経ってますね。寝かせてますね。熟成してますね。ずっと続いてますから。まあ、それは置いといて。西さんと一緒に喋るとどこまでも脱線してっちゃう。すいません。久しぶりな感じで。戻すのもね。お互い探り合ってる感じ。はい。じゃあ、はい、あ、進めてください。はい、ワイヤレスを。なんでまあ基本的にスタジオと一緒なんですけど、あのよく他のワイヤレスヘッドホンの場合ってそのワイヤレス化をするにあたって。この中いじっちゃうんですよね。チップだとか回路とかが、うん、なんか基板がこう入ってるやつ多いですね。で、まあ結局チャレンジがそこにあるんですよ。まあ、あの既存のモデルに、まあ、既存のモデルをワイヤレス化しようと思うと技術をどうやって入れようかってところがまずチャレンジなんですけど、でうちは、まあ、ここに入れちゃうとね、あのどうしても音響影響しちゃうんで、うん、ここに入れない方法はないかってこと で、ここはもうすでに電池だとかいろいろ入っちゃってるんで、ここは入れられないと。で、もうここの限られたスペースに頑張って入れちゃおうと。そんなとこに入ってるんですか。ここ入ってるんですか。ここに、ちょうどここですね。そこ金属入ってるやつじゃないですか、スライダーが。正確に言うとこっちが電池でこっちが Bluetooth ですね。これひっぺ返すとここにリチウム電池が入ってて、ここに DSP の基板が入ってて、こっちに Bluetooth の回路が一緒ですよね。これシルエット全く一緒ですよね。もともとはここ、まあ、導線が入ってるだけだったんですよ、うんうん、再行くためにで、ここの空間をに無理くり詰め込んで、だってこれあれですよね、昔のウォークマンにあった電池、ガム電池よりも薄い、めちゃくちゃ薄いすごいです。前のワイヤレスってだってソロをあの前のソロをちょっと大きくしたような感じでしたもんね。で、であれもなんだかんだで左右のバランスが違ったり、うん、あのどうしても片っぽの耳だけ音が微妙に位相が違ったりしますよね、うん、あのどうしてもチップの影響があって、うん、で、まあ、変な話ここの中に全部完結できちゃえばここの音は全く影響されずに済むんで、うん、でそこの課題をクリアしてその時点であの社内はやったぜっていう、いやいややりすぎでしょっていう、すごすぎでしょっていう、すごい。ちょっと言うけどここ映してきてよ、これ侍だけど。そうですね。すごいすごい薄いよそれ。何も入らないです。この中だそう。ゆうきゃなんかどれくらい薄いかなんか例えてみて。ねこれはこれは。あのガム2枚分とかですかね。じゃああのね、これ椅子が…なんか久しぶりな感覚を…怒ってあげてください。最近久しぶりやな、なんかタックンやない、そうそうそうキラーパスやねんな、うん、これはちょっとひねりきたしちょっとね、いや…そうそう、僕ね、こういうアドリブ弱いんで
ていうの知ってるなんか久しぶりだな、ね、ゆきは俺とやった時のことを思い出してる久しぶりやな、このメンツと思ってるんです。重さ的にあんまり変わらない、もうおそらく気づかないですね、わからへん、これはわからん、うん、もう数グラムの差ですね、本当ほぼほぼ一緒、あわかんないですね。だからこれ仮に同じ色のスタジオとワイヤレス等があって、友達とこう適当にカフェで机の上にポン置いて片方ケーブルなくて入れ替わっても多分すぐには気づかない。兄さんカフェ行くんですか。どういうこと。そこ突っ込む、行くよ。さっきベローチ行ったよ。僕もベローチェで毎日タモさんの遅いよ今もうちょい早い、もういいや俺スタバ派なんですけどねスタバ突然乗ってくるってありがたいじゃないですか。いやでもね、カフェ行くとしたら MacBook Air とビーツ持って行きたい。それもう中二病じゃないですか。いやいやいや、スタバ行ったらみんな Mac 開いてるっていうのがね。まあね、 Mac 開いて YouTube 見てるもうそういう使い方もありですよね。カフェで勉強する際にノイキャンをしつつ音楽聴いてもらって集中する。そうですよ、ノイキャンも入ってるんですよね。ノイキャン製の機能削らずワイヤレスをつけた。すごい。でデザイン、重さもそんな変わらず。半端ないですね。初代スタジオしか聞いたことない人からすると、これあの新しいスタジオ全般に言えることですけど、ノイズキャンセリングの多分性能を侮ってる人がめっちゃ多いと思うんですよ。そうです。新しいスタジオ V2 以降のノイズキャンセリングやばい、うん、確かにシャッて切るシャッて切るやばい、うんってなりますよね。ってなる、あのいわゆる強力なノイズキャンセリング特有、特に2段階でこう切り替えるとよりわかりやすいです。音楽聴いてる時の無音と一回電源入れ直してもう完全な無音で聴き比べてもらって、実際それで違う2つのモードがあるっていうのを実感してもらいますね、すごい。なんかね、ノイキャンもさっきちょっと話してたんですが、ノイキャンといえば坊主、そうですね、なんかすごい坊主イコールノイキャンのイメージがあまりにも強すぎる、はい、でなんかそのビーツ自体もノイキャンはついてるんだけど、そこをメインにこう今まで見てこられなかったんですが、実はね坊主よりもちょっと進んだノイズキャンセルを持ってる。それはこの V2 もそうですよね。DSP が左右別々にノイズキャンセルをかけるんですよね。BOSE とかだと両方同じ信号をこうかけるので、こっちはちゃんと聞いてない、こっちはちゃんと聞いてないっていう時があるんですが、Beats は両方正確に片側ずつにノイキャンをかけるので、ノイキャン用のマイク自体がもう左右両方にあるんで、で当然、ね、例えば道路歩いてて右側に車が走ってて左側は人が歩いててって、当然出てる騒音のレベルが違うん でそれマイクで拾って自動的にこう打ち消して、うん、で、まあ、BOSE のノイキャンはもちろん性能としてはすごいいいんですけど、もともとはあれなんですよ、飛行機とか、うん、ヘリコプターのパイロットの方向けにノイキャンの技術を開発して、それを音楽向けに使おうっていうのは割と後付けなんですよ、うん、なんで、まあ、ヘリ乗って当然ノイキャンないと全然あれすごいうるさいもんなので、うん、もちろんすごいキャンセレーション高いんですけど、それをやった上で音楽を再生するとどうしてもその打ち消した分の位相がその再生する信号に影響出てくるんで、うん、それをそのまんまでやっちゃうと、せっかくそれで音を楽しみたいのに、まあ、なかなかいい音が聞けないっていう、うん、なんでうちの場合はその音を聞く際に関してはキャンセレーションをちょっと弱めよう、うん、音楽再生するぐらいのいいちょうどいいレベルにしようっていうのと、あとどうしてもそれでも位相に影響出るんで DSP を通して音音質を補いましょうっていうふうに作ってます、うん、なんかビーツの人が来てる前でこんなこと言うのもあれなんですけど、今視聴者の方々が思ったことをそのまま僕口にしますね。ビーツってそこまでこだわってたんやって思いませんでした。絶対思いますよね、うん、なんかその開発にかけるところがすごい変わった感じがしますよね。音がいいのは もちろん、ね、うん、それは大前提なんで、その細かいところで音を
まあ、どう良くしていこうっていうのは、うん、あの変な話置いとかないんですけど、うん、まあもう常にどう改善していくかっていうのはね、うん、そこにプラスアルファそのユーザーの方がどう使うか、うん、でそのヘッドホン自体の性能が変わってくるんで、うん、なんかちゃんとユーザーの方を見てくれるようになったなっていうのがすごい一番感じるところで、作る段階ってあんまり使う人のことを正直考えなくて、すごいエゴになりやすい、もうほとんどのメーカーがほぼエゴ、自分こんだけやったんですとすごいやろみたいな、そうじゃなくてちゃんと使う人がどう思うかっていうところが形になってるし、でそのデザインもそうだし機能もそうだし、そういうところはやっぱすごい変わったな、うん、ね、あります。僕本当にあの美術本社に連れてってもらった人間多分第1号だと思うんですよ。日本からは初ですね。ですよね。なんかその小売店の方が来られること自体すごい稀なんですよ。ですね、まあ、言ってみるもんですねとか言なんかその時もすごい開発の人とかね一緒に話を伺う機会があったんですけど、なんかもうこだわり方が尋常じゃないですよね。例えばデザインもつけた時に前のヘッドホンだとこうちょっと横に飛び出る感じになっちゃうんです。今度はここにあんま隙間がないように顔にもうちょっとぴったりフィットするような形になってる。いやいや前のデザインすごいベタ褒めされててそんなハングリーにやるんかいとか、あとはノイズキャンセルもなんか坊主とかにももっと上に行きたいとか、あれは聞きすぎだしっていうのも言ってましたし、音もなんかドライバーもすごい変わってるし、ね、なんかこだわり方が日本企業よりもこだわってるんじゃないかなっていうぐらい半端ない執着心というか、いいものに対する執着心がすごくあります。なるほどです。 お客様の、まあ、経験ですよね、うん、音を聞いてどういう経験をしてもらうかっていう、なんで、まあ、音質を追求する、デザインを追求する、うん、その付け心地とかの細部に至るまでもうとことんこう突き詰めていかないと、本当にその使ってる仮にお客様自体が気づいてなくても、うん、もう気づかないぐらい当たり前のその仕様とか機能になってるぐらいまで突き詰めていって、なんでもう最後に至るまでもうこのロゴの色はこういう風に出した方がいいとか、あのケースのチャックの色はうちのブランドカラーに合わせるとか、もうデザインもそうですし、もう質とかあの生産における工程だとか作り方とか、うん、とことん妥協しないですね、うん、そうですね、うん、それはやっぱ名実ともに世界ナンバーワンメーカーだなっていうのがよくわかりますね、うんうん、はい、なんかうまくまとまっちゃいましたねまあ、せっかく侍出してるんでワールドカップの話しましょうか。おう今朝見ましたか残念でしたね残念でしたね、朝から僕はテンションが低い、なんか言う僕はねちょっと今あの試してみたかったんです。これすごいですね、あのすみません製品の話じゃないですけど、どうやってまずペアリングできるのかなと思ったんですけど、電源入れた段階でもペアリング準備状態になるんですね。そうですね。7秒長押しとかしなくていいんだ。そうなんですよ。電源入れるだけで。すごいすごいですね。で結構感度も良かったので、たまにやっぱりなんか Bluetooth あるじゃないですか。なんか反応せえへんみたいな。うん、すぐ読み込んだんで。すいません、サッカーの話もそこまでやっといたらもう最後まで行こう。なんか、ほら名前が変えれるんだよとか行こうよ、そこ。あ、ちなみに明日、発売になりますこのビーツスタジオワイヤレスは、うん、とりあえず3色そうです、はい、ブラック、ホワイトの定番色と、今回イヤホンではあのビーツスタジオの形としては初めての色になるマットブラックっていう、はい、まあ、全身ブラックで光沢が抑えられた、うん、マットブラックっていうものの3色の展開で、販売開始になります、うん、で今のところ、9割マットブラックのご予約とい う, う、ね、ような形になってまして、マットブラックのご購入を検討している方はダッシュダッシュ、はい、ダダダダッシュ、まあ、僕は青出たら青買いますけど、うん、青も欲しいよ、ね、うん、
ていう買うなようじゃないんですけど。マットブラックね、普通にでも買うかなと思って。バットマン好きはマットブラック。いや、あれめっちゃかっこいいっすよ、ね。バットマン好きじゃないでしょ。いや、バットマンは違うんだけど、マットブラックは普通に明日店頭でパッて見て、視聴器も勝手にマットブラック出してもらおうと思って、実物見てよかったらもうその場で買おうかなと思ってますよ。ね、侍も限定、そうです、仙台、好評発売中で。秋葉原の駅に一緒に広告を打ったヘッドホンです、ね。やりましたね。今日買ってたら秋葉原初広告ですね。あ、そうなんですよ。まあ、イヤホンとしても初駅内広告、うん。なんかめっちゃ高いのにやっちゃえやっちゃえつって。そんなノリですか。すあれだって1週間で決めましたもんね、ほぼ。あれ早かったですね。まあ、超早かったです。やっちゃえやっちゃえ。データのテンパりながら。ね。すごかったですね。あれでもう今掲載終わってる、もう終わった、20日で終わりました、うん、あのそれを忘れて今日ここ来る際にあれなんであのないっすよ、なんかドコモの CM に変わってドコモドコモと並んだ駅間違えたかな、勝ち待ち来ちゃったまあ日本代表にインスパイアを受けて、ワールドカップで頑張ってる日本代表の方を意識、うん、のまあ、意識したカラーと、ね、うん、あの中に十一葉っていうもともと家紋なんですけど、うん、を施して、まあ、サッカーのチーム11名で、でヘッドバンドにあの鞘型っていう、まあ、よく刀の束で見られるその折り目と、あ、そこだと見えないかな、ほんとね、開いてるって、うん、そう見える、あ、でもうちょっとこうそこだとねパッとしか見えてないな、まあ見づらい、あそこそこそこ、それなら背中描いてもらってるみたいな、そんな感じかな、見えるかな、刀の鞘っていうのはヘッドバンド、そうですね、見えるかな、これまた絶妙な、そう、力なんですよ、主張しすぎない、そうですね、結構まじまじと見るとすごい模様入ってるんですけど、うん、はい、日本限定を、まあ、考えた時に、うん、変な話、まあ、日本の国旗とか、うん、あの もっと和っぽいテイストのデザインがあったと思うんですけど、うん、あえてこう、まあ、その侍っていう静寂な落ち着いたものの風的な、うん、あのイメージをうちのデザイナーは意識したみたいです、モノノフって単語がモノフです。人形の吸血の CM かっていう。懐かしい。でも視聴者この外人すげえ日本語うまい。急に見た人。モノノフ言ってる。サッカー買ってたら僕テンションで行ってましたね。今日だって本当に買ったらユニフォームのまま着てたと思う。あ、もうそんな気にもなれず。うん、落胆しちゃった。終わった。朝起きてツイッター開いた瞬間のタイムラインのなんか、うん、お葬式みたいな。いいやん。次また頑張ろうよ。でも4年待てないんですよ。4年も。ちなみにどこを応援してるんですか。まあ、日本答えづらめっちゃ答えづら今、まあ、オーストラリアあんま期待がないんで、そうですか、でもそうですか、強いイメージはあります、今回はか一応16は入って、ただまあ化粧は残らないと思うんですめちゃ見かけてめちゃ悲観的個人的にはブラジルが、あ、まあ、優勝いけるんじゃないかなと、うん、すごいいい質問が来て、そう、今そう、日本人と、外人の頭の骨格の違いとかを意識してデザインはされてるんですかという質問が、モデルによって特別、変えたりっていう意識はないんですけど、うん、ただその代わり、まあ、あの人種とか、まあ、人によってだいぶ頭の形は違うっていうのは理解してるので、基本的にそのここのイヤホンの、イヤホンというかイヤーパッドのここのヘッドバンドにくっついてる機構ですね、が、中にピボットが入ってて360度どの角度にも回るっていう風に設計してます。なので、まあ、ちっちゃくても、あの大きくても、うん、ちょっと歪んでても
差異のバランスがちょっとおかしいっていう人でもあのうまい具合にフィットしてるっていう風になってます、うん、ただまあとは言ってもあのうちの、創立者ドクタードレンの頭に、まあ、どうしても多少合わせてるのがあるなるほどなんかあれですねアジアンフィットとか欲しいですねそうですねうんなるほどただ前よりはあの意識するようにはなりましたね、うん、あのスタジオもそうですし、うん、イヤホンでツアーとかに関しても前は本当にあの北米とか傾けだけを意識して作ってたんですけどもう最近の開発はもうアジアだろうがどこだろうが、うん、世界中の人がつけてフィットできるように設計してますこれでも新しいモデルになってからはそのつけづらいとかって言われることなくなりましたよね、うん、あのヘッドバンドの長さ調整で大体解決して、うん、あのイヤーパッドがフラットになったん で、ね、接地面で固定ができるし、うん、もうなんか全然問題なしというか、うん、むしろすごい楽っていう感じになりましたね、うん、だからあのソロ2なんかももしかしたらさっき話したかもしれないですけど、うん、ソロじゃなくて一回り小さいスタジオなんですよね、うんうんうん、だから一回りちっちゃくしてノイズキャンセリングなくしたのがこれですみたいな、うんうん、あんまり実を言うとソロらしさは持ってない、まあうん、過去のうん、うん、確かにスタジオミニ的にですよね確かにもうソロやめませんミニとかにスタジオミニ、うん、名前長いプチとかにしようプチでもほらあのアップルねアップルのあれ話題になりますけど、うん、あのナノとかねあーそうビーツスタジオなのとかプロとかになってくるからああブックとかつき始めちゃうビーツブックあれもなんか入るんちゃうかなそのうちあとそうだめっちゃ忘れてましたわんアップデートとかもねそうなんですできるようなスタジオワイヤレスはアップデートができますへえあのまあファームウェアが更新できるっていうのでうちでビーツアップデーターっていうあのソフトを作りましてそれをうちのウェブからダウンロードしていただけるんですけどで、まあ、スタジオワイヤレス購入されたらそちらのアプリも落としてもらって、うん、で、まあ、ファームウェアの更新が必要なくてもとりあえずあのご購入されたら1回接続してもらってあの製品登録をウェブでしてもらうと、お持ちのスタジオワイヤレスの名前を自分で付けれるようになる、うんうん、なので例えばあのユーキャンのスタジオワイヤレスとかそう、うん、とかっていう風に、名前をつけて登録しておくと次自分のスマホでこうペアリングするときにその名前の通りに出る確かに、へー誹謗中傷的なことを考え書いといて友達にちょっとペアリングしてどんなプレイまあ、ユーキャンやったらナラビーツとかにするナラビーツそれで告白するああ、なるほどね俺と奈良に来てくれないよどうしよう、気づいてくれへんかったなんか、いや、変なのが出てる変なの出てるとか、ね、もっと面白いネットワーク名とか出てきたら結構なんかでもすごいそんな長いの入れられないですよねすまあ、マックス確か30文字ぐらいですね、まあ、センス問われますね、これねあとは、まあ、アルファベットだけなので今のところ英語じゃあユーキャンが本当にユーキャンになっちゃう、まあ、基本的にそのファームアップっていうのはその、まあ、DSP をいじるわけじゃなくて Bluetooth の性能を常にあの、まあ、バージョンが新しくなったりとか、まあ、その通信方式ってあの、まあ、日々進化してますので、うん、でそれに応じて、まあ、手を加えたりあと、まあ、当然あの電子機器なのでバグが発見したらそれも修正していくっていうことで大体今月1ぐらいで何かしらパッチ出してますよね、うん、なんかあと音を全然触れなかったんですけどワイヤレス有線のやつより音がいいんじゃないかっていうほうそれ西さんそう思いましたよねそれあのね非常に言いづらいんやけど Bluetooth ってとんでもなく圧縮してるじゃないですか、うん、でイヤホンのお客様とかだったらiPhone ですらハイレゾじゃなくてもその CD のまんまでね
入れたりすると思うんですよ。で、Bluetooth って分かりやすく言うと MP3 クオリティのものをさらに何十分の1に圧縮してるんですよね。で、そんなん言われたら CD クオリティか比べたら何百分の1とかなんで、相当音悪くなると思いますし、仕組みを知ってる人だったら Bluetooth ヘッドホンなんか音良くないよっていう人は大体そのイメージがあると思うんですけど、まあ、ぜひ聞いてみていただきたい。あれ？ワイヤレスの方が音良くねっていう、信じたくない違和感みたいなのが出るはずなんですよね。で、ワイヤレスを買えばケーブル繋いだらまんまスタジオになるので、そうなんですよ。実際に抜き差し比べして見ると分かります。音いいです。そうなんですよね。 Bluetooth のバージョンが、まあ4になったことで、そこの音質の面はだいぶ改善できましたね。前のワイヤレスのモデルの時はバージョンが2で EDR だったんですけど、まあ、今おっしゃったように本当に圧縮してとりあえずそれを送ってそのまま聞きましょうって感じだったんで、バージョン4自体の性能がもう2と比較的にならないぐらい良くなってるので、データ量が比較的そこまで圧縮しなくても、細かい回数に分割して送りましょうって方式になったので、圧縮してないわけじゃないけれども、なんて言ったらいいのかな、その MP3 でいうとビット数が上がったみたいな、なんで細かい情報をよりいっぱい送れるっていうふうになったので、でそこを、まあ、どうしてもそれでも圧縮してはしてるんで、実際にヘッドホンに届いた際にロスされた音質に関しては DSP でカバーしましょうっていうことで、なので普通に聞いても多分言われなきゃ分かんないかと思ったけど、なんでしょうね、なんかめっちゃ音いいんですよね。だから先入観を持って聞くと、あ、やばい、俺ついにオーディオ屋の店員としては失格なぐらい耳が悪くなったおかしい、Bluetooth の方が音がよく聞こえるなんて絶対おかしいって脳がこう拒否反応を起こすぐらい、あれって。僕この間中古でたまたま、まあ先行でね販売してるお店さんで買ったものの中古品っていうのが入ってきてて、まあ動画レビューもしたんですけど、聞いた時にオフィスで周りのスタッフに「ちょごめんちょっと自分のやつで一回聞いてみて」ってやったら、みんなが「あれ？ビーツスタジオ音いいっすね」とかって言い出して、いやいや、もともとええねんけどワイヤレスの方がいいと思うから一回有線につないで聞き比べしてみてって言ったら、みんなやっぱり無線の方が音がいいって言ってたので、まあこれはほぼほぼ間違いないんじゃないかな。アンプが入ってるとかってわけじゃない？アンプは入ってないですね。音自体は増幅させてるわけじゃなくて、DSP で補正してるだけです、あとあれですよね、バッテリー入っている製品ですから、ノイズキャンセリング と、ワイヤレス、Bluetooth って両方バッテリー使えますから、いやそんな褒められてもどうせバッテリーあるでしょ、5時間とかしか持たないでしょ、20時間持つんですって すげえ薄いのに、そうそうそう、どうやってんのって感じで、ね、もう自分で発電してるんちゃう自分の熱を汗で発電20ってそう20はすごいですよ、ないですもんね。2日3日他はヘビーに聞いてもいけるんで、飛行機往復大丈夫、すごい、すごいなと思います。寝てる間に充電しといてもらえば、もう次の日、一日中フルに使ってもらっても全然、ね、定域が前のモデルにもう比較にならないですね。そうですね、質が全然違う、多分よくそのビーツって言えば低音ガツンって聞いてるっていう印象があると思うんですけど、まあ、低音はもちろん聞いてはいるんですけど、他 の、周波数液体も、うまい具合にこう出してて、ね、埋もれてる感がないんですよね、うん、気持ちいいぐらいのところでこう出てきて、でなんか低域よりも中域とかがすごい気持ちよく聞く、ボーカルすごい気持ちいいんですよ。結局他の液体って、まあ、低音ありきって部分も当然あると思うので、割とハイミッド寄りにこうチューニングしても、それに慣れてる方がこれ聞くとローテ過ぎてるんじゃないかっていう風な印象を受けると思うんですけど、まあもちろんジャンルとかにもよって変わるとは思いますが、なんだかんだそれでこの音に慣れてくると、そもそもローがある前提でこのミッドとハイが生かされてるっていう聞き方ができると思うんですよね。
特に最近の EDM とかはもうローがありきな、うん、あのうちの社長がスタジオで、あのうちの社長もともとニルバーナの、プロデュースカットをやってたんですよ、うん、でスタジオであのファーストのアルバムのブリーチを、うん、こう久しぶりに聴いてたって言って、で覚えのない音がすると俺こんな音を撮った記憶ないんだけどっていう、うん、なんかスネアの音が変なチューニングのスネアの音が変な場所に入ってる、うん、これ何なんだって言って、で昔持ってたヘッドホンに CD 音で聴いてても聞こえないんですよ。でスタジオで聴くと入ってるから、スタジオがそもそも壊れてるんじゃないか、うん、で気にしなして開発呼び出して、もうちょっとこれおかしいぞって、みんな聴いてもいや、やっぱ音しますねって、うん、でこうよくよく記憶たどってみたら、あ、それをこれ入れてたわ20年忘れてたわみたいな。でも他のヘッドホンで聞こえなかったんですよ、そうなんですよ気づかないぐらいちっちゃいアクセントのスネア元だったらしいんで、それが聞こえるようになった。とりあえず呼び出された人かわいそう、何も悪いことしてない社長とかに呼び出されるの嫌よねギクってそんな、どれ怒られるのもうこの時間なんですね。いい感じで早い、うん、足りないですね。全くですね。お酒欲しいですね。これから音楽、ね、さっきあと2時間いけますね、うん、なんかあれ時間もあれですけど、ポタフェス関連でビーツがどんなんとか、あ、そうです、ちょっと話すっかり忘れてました、ね、してください、ね、僕がちょっとまだあんま把握してないとか、はい、前回もねポタフェスすごいいっぱい協力してやってもらって、とんでもないブースが秋葉原に現れたんですが、めちゃくちゃかっこよかった。今回もね、すごいものが現れます。また違う、また違う口で。あ、そうですね。これ、前回とほぼ同じで、うちだけ変わってるっていう。ああ、そっかそっか。秋葉原限定。秋葉原限定。ビーツ。かっこいいですね。超レアアイテム。ね。許可出てないっつって嘘本社には内緒っつってはい、あとはと、うん、あとは、購入者限定プレゼント、先着1日100名なんで、2日間で合計200名の方に、うん、T シャツを、おー、これもただのロゴ入りの T シャツじゃなくて、なんと最近の推しメン、ブラジル代表のネイマールですね。ネイマールを全面にあしらった黄色と緑のカラーで、写真ある？いや、探しておきますでもファンの人がもらったらその場で来ちゃいそうですね、うん、もうめちゃくちゃレアですね、それは、うん、あのブラジルのカラーも作ったんですけど、うん、日本、まあ、アップルさん以外入ってこないっていう、うん、まあ、世界中で数千本しか作ってないんですよね、もともと。で、まあ、今回ワールドカップに、関連しているそのネイマール選手と、うん、あの、まあ、スポンサー契約を結ばせていただいて、うん、で今、まあ、YouTube とかあの飯屋さんのページでも、載っけていただいているネイマールをメインに押した、5分間の、サッカーの動画含め、うん、あれすごいっすね、あれやばい出演者ネイマールすぎる、すごい、ネイマールパパ親子で出ていただいたの、 あれ本物のお父さんなんですか？いえ、すげえ本物のお父さん、ね、それ以外のアスリートとかセレブの方も出ていただいて、で、まあ、それを推しつつ、あの今日本国内でもあのネイマールをメインにフィーチャーした広告だとかポスターとかいろいろ展開してて、で、まあ、今回ポタフェスではビーツのヘッドホン、会場でご購入された方、うん、先着、1日100名ずつにその T シャツをその場でプレゼントします。超レアです、超レアです。なんかまた急いで来なきゃいけない理由が一つできてますね整理券配るのと、リストバンドですね、うん、でそちらは、ビーツ製品、全部なんで、まあ、イヤホンとスピーカー含め、うん、ご購入いただいた方にプレゼントさせていただきます。じゃあ初日、2日目の100番以内に来て見つかっていただいたら T シャツとリストバンド両方もらえるんですね。あ、これはもうすごい早く来ないとなんですね、うん、T シャツ欲しいですね。T シャツ欲しいですね。だってネイマールっすよ、 T シャツ欲しい今すごいっすもんね。めっちゃうまいよね、うまいし、
なんといってもめっちゃ活躍してるよ。ガンガン点入れてます。やばいっすよね。得点もいっちゃうんじゃないかぐらい。いやだってあの初日のさ試合でいきなり点取っちゃうとか、2点スターすぎるやろみたいな。得点をミュラーかネイマールか、すごいっすよ。番組の後ぜひその動画をチェックしてもらえれば、あの映画仕立て、ね、映画始まったの、映画、ね、今度やるとき出してくださいなんかここら辺で出ますファンファンなんか、ね、か誰やねんこのアジア人って言われるからやめとこ多分なんかもう雑踏の中歩いてるぐらいの役しかないと思う。あの動画も結構いろいろ考えて作ってて、単純にネイマールをフィーチャーしてうちのヘッドホンが出てるというだけじゃなくて、その試合前にアスリートの方とかそのサッカー選手の方がどうやって集中して試合に臨むかっていうところをこうあの絵で再現してて、なんでネイマールはもう毎試合前にお父さんに電話して勇気づけてもらうっていうのがもうあの儀式的な感じになってて、で他の選手は例えばあのまあいろいろおまじないじゃないですけど、例えば靴下を水で濡らして靴を履くとか、うん、あの勝てってこうメモに書いてそれを飲み物入れて飲むとか、うん、もういろんなその好きなチームに勝ってもらうためのおまじないとか儀式がそれぞれあって、うん、でそれをあのビデオで再現してるっていうアプローチです。あ、T シャツのサイズはって言ってます。L、M、S の3種を用意してます。お先着ですよね。そうですね。全サイズの100枚差。だから、S が欲しいって方は早めに来た方が。おそらく SM が一番先になくなると。ちょっと大きめのイメージがありますね。あ、フォトフェスもいいですが、ビーツ単体のイベントをぜひ秋葉で。おお。とそうです。視聴会みたいな感じ。じゃあまあそういうのもいいですね。まあそういうのもありかもしれないですね。ぜひ。ぜひ。あともう一個、はい、トピックがやばいな。無理やりお願いして連れてきてもらったすごい人。あー、トークショー、トークショーを誰の、なんと元サッカー選手の前園さんがフォトフェスに登場します。キャー、本場はね日本が進んでたらめっちゃいい感じで、そのテンション高い感じで、どうやって勝ちましょうかみたいな、うん、なんで一丸となって、そうなんですよ、まあ半ば反省会どんなトークなぜ勝てなかったんですかとかの話になっちゃうの。まあ、あえて勝ってた手で知ってみたいな。勝ってたらどう、今日は勝ってたことにしましょう。確かに、もし日本が勝ってたら、もし日本勝ったらまず侍がすごい、みんなつけてるまず本番に今日買ってたら僕ユニフォームで来てます。テンション高い。なんかあっと思ってこう着替えてきちゃったんです。FIFA の着用禁止令なんて禁止令なんか禁止令出たんですよ。ああ、すごいっすよ。韓国の代表選手にプレゼントしてて、うん、で、まあよかったらつけてくださいねって言って、あまり正直言うと、まあいろいろ FIFA 厳しいんで、うん、あまり期待はしてなかったんですけど。うん、ある選手が実際につけてくれて、そのバスから降りて、うんうん、会場入っていくときに、ただよく写真見たら、ビーフォーがこうテープで隠されちゃってる、うん、あれどうしたんだろうと思ったら、それ実際ニュースで出て、FIFA 側から、まあ、ヘッドホンをつけるなとは言わないけど、とりあえずここは隠せと、うーん、まあ、実質上着用禁止令が出たっていう、なんかどこかのメーカーがね、クレームを入れたような話を聞きましたけど。ね、嫌ですね、そういうの別に好きなんだからつけといたら嫌やんっていう何も文句言うなよって、そういうとこなんか嫌なんですよね、大人の世界ってのは。まあいろいろ仕方ない、大人のお金の有名税ですね。そうです、うん、まあ仕方がないと思いつつも、それも宣伝効果だと思って。まあでもね、変な話ロゴを隠せなんて面倒くさいこと言われてまでつけてってくれたんですか、嬉しいです、気に入っていただいてます、うん、あとあれもあれじゃない、すごいのが来るんだ。そうそう、当日のお楽しみ。当日のお楽しみ。あ、それ言いたい。一番言いたい。一番言いたい、ね。一番言いたい。まあ一個言うならば、なんか草が生えますよね。草がベルサールに草が生えるっていう。まあ、あといつも通りビーツガールがいます。ああ。
すごいね、べっぴんさんたちが耳の保養と目の保養を両方していただければ、ね、聞きに来たんですか。水本さんちょっと趣味入ってます僕は、ね、前回も写真撮らせてもらうのスタッフやのにものすごい緊張してちょっとすいません写真撮らせて西さんが写真撮ったらもう通報してください。皆さんのためにやってるんですよ。皆さんのためにね。なんかプライベートなことしてます。いや違う皆さんのためにですよ。それ聞きたいですよ。自分で持って帰ってこう拡大してみて、あの100枚ぐらい撮って5、6枚アップしてこらこらこらって、ね、前回それプリクラ一緒に撮られてるかと思いました、うん、あれすごい。まあ、女の子が OK って言えば、なんで今回は別にあの女の子が OK って言えば一緒に写真撮るのも OK になりますね。ここら辺はうち変に言ってみよう。違うやん、そこなんで自分のことなのそうなんやって、めっちゃちょっと大きい声言うのが、まあ、くどければ大丈夫。くどければやってみようかな。なんかニットかぶってる人は嫌ですか、ね、夏なのに一緒に写真撮るときヘッドホンつけてもらうっていう。あ、もちろんですね。うまいですね。もちろん買います。やる気はほんまに買うんやろうな。俺は買うぞ。ほんまですか。買うよ。みんなで一斉の腕で買ったらいいんじゃん。そうしましょう。逃げない。危なかった危なかった。ちょっとね、つい口を滑らせて危なかった危なかった。でもう本当に今週末で、そうですね、あと3日やで、ね、そうです、ね、すごい、あっという間でした ね半年前とか結構余裕で話してましたよね。もうどうしますか。去年1回やったし、そういやーやばい、よかったっす、全然余裕しない瞬間で思ってたらもうここ1週間、ね、地獄ですもんね。まあ、目玉商品いっぱい今回ある。そうですね、あの、うん、あの間に合ってよかったです。スタジオワイヤレス、ソロ2、うん、スタジオサムライ3本仕立てを含め、あの他にもいろいろ展示してますんで、本当に興奮されるの、うん、あの買っちゃうんじゃないかなっていう仕掛けたくさんあるんで、ぜひぜひ楽しんでもらってください。しかもお酒とかもね。そうです。あのうちでお酒をあの販売して提供させていただくので、はい、あとそれもお期待。ビーズを聞きながらくつろぎつつ、お酒を飲んで女の子を見て、うん、帰るとか帰らないです。帰らないです。普通に客としてきたよな。なんか。掘り投げたい。なんかすごい。ほんまに重いね。仕事したくない。ガチやん、ゆうきゃん。こんな楽しい話いっぱい聞いてて遊べないじゃないですか、自分。そうやな。やるねん、自分の不幸が人を幸せにすんねんっつって。そのためなら頑張る。そう、だからゆうきゃんもっと不幸になってくれっつって。そこはもっとかっこよく、お客さんが楽しんでたら僕らも楽しいって思うやん。そうどうしたんですか、急に。いやいやいや、だってさ、なんか頑張ってるけど、地獄とか言うたらないの。頑張って頑張ってやっていきましょう。そう、地獄もね、2回やると慣れてくるもんなんですよね。地獄のサタンを試しでありますから、ね、まあまあ、いろいろありつつのポタミスなので、そうですね、僕の分まで楽しんでください。これから特攻する人みたいな。そういう感じ。はい、Tシャツ、ネイマールの T シャツ着て店に来てください。買ったよ、ぜひぜひ。抜かされるかもしれない。イエーイとかそのカスタムの受付しますんで、はい、ぜひ皆さんそれに来てください。はい、ぜひ、はい、ぜひ。お忘れでしょうが、そうだ、あ、そうだ、実は第3夜もメーカーさんのご好意によってプレゼントがあります。しかも何も言わず提供してくださったという素晴らしい連携プレー。運よくかばんな。運よくかばんな。ということで、じゃあお見せしましょう。はい、非売品ですよね。そうですね、あのヘッドホンとかイヤホン買うとステッカーは入ってるんですけど、赤ロゴに透明なやつなんで、これはまたちょっと違うテイストの、うん、ステッカーです。これを何名様ですか。5名様ですね。5名様にプレゼントということで。すごい、欲しい。いいな。12341名様にこれも言っちゃいましょうか。お、なんか出てきた。ビーツバイドレーボールペン。
ウナギ、すごい、これは珍しい。これもたまたまカバンにある。なんか言えば出てくるぞとか言う。ちょっとジャンケンしよう、ジャンケン。パソコンとかに入りたい。すごい。なんか MacBook 出てこないですか。ってことは、はい、1名の方。はい。計じゃあ6名、6名、6名の方に、はい、ビーツグッズ、はい、プレゼントということで。もう絶対手に入らないですね、うん、これ多分日本で3本ぐらいしかないと思う。見たことないっすね。これ社員に配られてるやつ。へえ。ステッカーはまあ、いろいろプロモで使うんですけど、うん、これも本当に、そうこの間香港支社行ってくすねてきたやつ。ちょっと俺もなんか持ってたかもしれない。えあ、この前本当それ俺んちょうだい。あの誕生日、俺誕生日やから。来月誕生日かな。わ、かわいいな。それでええねんだ。ね、結局水本さんからもらったやつなんです。ああ、じゃあなんかね、ビーツわービーズ。かっこいい、いいな。これもうあげましょうじゃん。わあ、はい、わあ、じゃあ、あ、すごいな。超豪華。な、何？え、でユーキャンから何が出てくるの？ユーキャンからは面白いネタが。やばい。何も出てこないです。ビーツすいません、無理、ボケすらもう。ビーツと掛け合わせてやめてポケットからミンティアやめて出てこない。はい、じゃあ、はい、いつものごとく今回も、はい、プレゼントキーワード出します。メールでプレゼントということで、アキバットイーイヤホン .jp に、今から出すキーワードを懸命に書いて送ってください。本日の24時まで受信したメールが応募の対象となります。はい、昨日の分はもう当選者はまだですか。じゃあ明日明後日ぐらいには、はい、になりますね。別までだね。はい、そうですね。じゃあキーワード出します。こちらです。ドン、ネイマールということで、はい、こちらをキーワードに書いて、キーワードを懸命に書いて送ってください。はい、早速5日間連続応募して全部外す。応募が殺到しております。深夜です。おかけ間違いの内容をよろしくお願いします。サーバーパンクしイヤホンサーバーが熱で。さあ、なんか来年ぐらいにプレゼントはビーツ本社旅行ですとか。ビーツツアー、ビーツツアー、まさにビーツツアー。いいっすね。V2 それいいな。でもあれよね、あのすごいあれやけど、行ってわーすごいって本社の中でこう iPhone とかで写真撮ろうとしたらストップって言われて。ストップ。結構厳しいですよね。今までレポな内容、そんななんかバシバシ写真上がってなかったもんね。ただあの本社が、映ったんですよ。そうなんですよ。この以前岡田さんと大井社長来ていただいた時は、うん、サンタモニカにあの、ね、曲がりにしてたんですけど、それでも割とでかいフロアなんですよね。でちょうど先月ですね、5月頭に、カルバーシティっていう、まあ同じロスにあるんですけど、にもう、社屋が新しく出ました。立てちゃう、儲かりまんな。儲かりまんな。で、まあ、社員の私もまだ行ったことがない。じゃあ今度一緒に行きましょう。いつ呼んでくれるのかな。あの、まあ、いろいろ、ね、社員を思っての設備が整いつつも、あのアメリカならではのなぜか会社の中にあのバスケのコートがあったりする。いや何がすごかった、俺行った時は冷蔵庫がでかすぎて、あ、そうですね、あの自由に使える冷蔵庫がバーってあるんで、うん、日本のサイズの2倍ぐらいのバーンって冷蔵庫、あれがあの社員食堂です。あ、すごい。食べ放題ですね。確かに基本的に食べ放題。シリアルとかめっちゃ入ってる、いろいろ食材がいっぱい入ってる。めっちゃ太りそう。まあちょっとね、そこって言いましたね。あれちゃう、イヤホンもそこ目指してかなあかんような。ちょっと冷蔵庫あると、冷蔵庫ある、あのうちもあります。あるけど上と下の一人暮らし用のやつで。いつもユーキャの飲みかけのジュースでいっぱいあるよな。いや、なんでそれ悪い印象。全然そんなことないじゃないですか。いつも麦茶入ってるよな。僕それを甘いものしか飲まないです。まあいいか。そろそろカメラ持ってきますよ。
あ、戻しなかった。まだ戻しなかった。はい。はい、本文にはあの感想やその他要望など書いていただければと思います。いただければ。はい、なんかぜひビズに対してもご意見とか、うん、ご要望とかあれば言っていただければ。そうですね。はい。はい、この色が欲しいと。あ、そうですね。パープル。パープルって書いてください。パープル。あとあれですよね、これランダムですよね、これ何種類かね、はいはい、ちょっと希望を書いていただいても添えないと思います、うん、はい、はい、いいですね、これ、うん、ボールペンいいな、欲しい。せっかくドクターなんかドクターグリップとかで作ったらよかったドクターめっちゃ考えてもなかったけど、それいいですねめっちゃ国産めっちゃパイロット大丈夫ドクターコラボピースバイドクターグリップめっちゃ可愛いよね。それは可愛いな。いいな。すごいな。めっちゃ低音で。どん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 。なんかワイヤレスで繋がるです。何言ってんの？いきなりラップしだす。すごい。いいですね。これはおそらく日本でそんなに出回ってない。ね、見たことないですね。ね、いいな。僕これ向こうでキーホルダーもらったんです。うん、あ、つけて。あ、そうです。パーツは一緒です。それが。なんかに引っ掛けちぎれちゃったんです、確か CSS で配ってたやつですね。あ、そうなんです。配ってたっていうか、あの身内用に配ってた。うーん、切れちゃって、なんかこう切れちゃったらなんかないですかって言ったら、これあげるよ、わーっと思って使おうと思ったら引き出しの中に入れたまま眠ってた。で、これで、それが多分半年前ぐらい私でもあのビーツパーティーでもらったのバンドちょっとまだ撮ってますよ。もうなんかもったいないし飾ってつけて、あのパーティー他にメガネと、あー、あと、ね、そうですね、日本のスティックみたいな、うん、ありましたね。気をつけてください、彼女収集癖があるでそう、あのでもメガネは欲しかったんですけど、はい、あれ結構下のフロアだけでしたよね、多分。あー、そうですか、メガネちょっとメガネサングラス、あのなんか視力穴が開いてる、あれだ、メッシュの、そう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 、あの日本でも原宿とかで売ってるようなやつ、そうか、視力を上げるためみたいな、あの穴が開いてる。西さんよくつけてますよね。せやな主に、はい、休みの日はあれで、よユキャンユキャン、西さんもこういう感じあるんやな今のはむちゃやな、返せただけ安心した一応振ったで俺、まあ、確かにいつももう投げっぱなしだね一応持ったよ、ツーバンぐらいしてるのに打ってくれる、ね、あ、日本でもあれぐらいのパーティーはいずれやりたい、ね、やりたいですね、一貫も方もやっぱ読んでやりたい、うん、あれしましょう、なんとかドームとか借りてやりましょう。なんかでもエイジア結構協賛してはりませんでした、渋谷のあのエイジアっていうクラブにすごいポスターが貼ってあったんですよ、はい、ビーツの、はいはいはい、それあるんですよね。エイジアはなんかやってたかな、大志田さんのやつどこやったんですか。あれはウームですね、うん、ブームこの間やらせてもらって、で、7月がレゲエのイベントが、うん、ビジョンで、うん、あれそれは協賛させていただいて、うん、他にもいろいろ、まあ、音楽フェスは夏、いろいろ出張っておかな、なんかでも日本でもあの海外とかでやってるぐらいの DJ 一人しか演奏してないのに何万人も来てるみたいな野外フェスみたいなのがやってほしいですよね、うん、そう、ユキャン呼んでよ、名前に。ユキャンがやんの、ああ主催ユキャン、じゃあいいじゃん、ビート背負ってやってるけど、どうしよう、僕ベルサールもいっぱいにできない自信ありますベルサールも結構入るよ、あれは1000人ぐらい入るよ、ベルサールでも無理やな、なんか死ぬから来てみたいなそれぐらいとりあえず奈良の人全員呼んだらいけると思う、そうそう、だからあの仕掛けちゃう、あと1週間でガチで死ぬから来てくれへんっつったら頑張ったら、なんとか友達が友達呼んでそういう奇跡が起きるかも、身内が多いよね、まだそれぐらいの、もっとあるじゃん、なんか広告打とうぜ頑張りますんで、ちょっと応援してくださいもちもち時間です、ちょっとね、そうですね、もうちょっと延長しちゃってる、あ、ほんまや、すごい延長、本日も皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。水本さんもありがとうございました。ありがとうございます。急に話を持っててなんか月曜日だったような気がする。そうなんですね。急なんですよね。いや、ありがたいですね。しかも現場来てからね、あのプレゼントなんか出せや。そうですね。ひどい話ですよね。
あ、やっぱなんか用意した方が良かったんだって。そんなことも。ちなみに明日の放送は、あ、はい、明日はこちらです。ラトク連続放送の4日目。そうです、ラトクオーディオが来ます。お祭り男が。来ます。お祭り男が。来ますね。立花さん。はい、来ます。見てるだけですけど。はい。ね、宮川大輔、そうですね。そうですね。そっくりな。似てます、ね。橘さん、あのお祭り男ですよ。うん、野外フェスとかよう行きはる。そうですね。よく新幹線乗ってるイメージ。うん、どっか行ってるイメージ。はい、それか塚田農場で飲んでる。塚田農場。女の子みたいだけやん。じゃもうすでに、ね。去年のポタフェスでサンタの格好してきてましたよね。そうそう、コスプレ自由ですって言ったら。そう。一人入り切っちゃって。ね。そう、ね。誰かビーズのコスプレしてきてくれないですか。ピルのコスプレ、うん、横めっちゃ合わない。だいぶ難しい。いいっすね。はい。なんかもう、掘ろうかな。ビーって、ほんまですか。魂ここに書いてある。ここ掘ったらもうえらいことになってしまう。顔がこうビーになってたんじゃん、こういう。なんかそれピーチャーみたいなやつ。そうそうそう、そんな感じ。コスプレするぐらい気合い入ってたらもう、そうこっち、こっちが。ね、そうですよね。あ、どうぞみたいな。お、ビーツコスしてきたら、うん、なんか何かあるかも。リストバンド。何かあるかも。ビーツがあると写真撮る。あ、なるほど。あ、そこまでしてキーワード見ました。キーワードこちらですね。ネイマールと懸命に書いて送ってください。アキバストイヤホンドット JP です。はい、今日の24時までになります。じゃんじゃん、お送りさん。はい。はいはい、いや、あっという間でしたね、本当に。あっという間でしたね。はい。すごいですね、なんか、離れしてますね。いやいやいや。すごい。大体の営業さんがめっちゃ緊張しはるんですよ。あ、ほん。言葉の第一声が出てこないとか。自己紹介を。はい。間がね。さすがです、はい。皆さん、和やかな雰囲気作っていただいて。ファミリーなんでとかね。はい。はいはい、じゃあ今日はこのくらいに、はい、この辺で、じゃあまた明日も見てください。さようならでよかったんですか。そう、いいですよ。さようなら、締まりはさようなら。すっごいな。いや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 、さん、はい、ズズチャズズズチャズズチャズズズチャズズチャズズズズチャズズチャズズズズチャ、途中出場ですいませんでした。明日でやるとこかな。バイバーイ。まだいける。俺悪くない。俺悪くないよ。もうちょい頑張って。嫌やん、兄さんとやんのも。だってすごい変な振りばっかするもん、兄さんも。あのね、あの、とりあえず僕誕生日なんで、今日？今日じゃない。あ、びっくりした。もうすぐ、もうすぐ誕生日なんで。あの、実は200回のイヤー TV の放送の日が僕の誕生日なんですけど、あの、多分そんなん全然関係なく放送すると思います。バイバーイ。プレゼント募集中。おしまい。さよなら。バイバーイ。